インド鉄道アップマイナス -1 系交流電気機関車は、インド鉄道が所有する交流電気機関車。1980年から1996年まで製造が行われた。ラージダーニー急行などの速達列車用に開発されたインドの交流電気機関車発の旅客用機関車。価客量用機関車であるワム -4 型を基礎としながらも、車体は台形状の側面を有する。 流線型となり、歯車碑も、客車や荷物車、郵便車の牽引に適したものに変更されている。車輪についても、ワム4型で採用されたアメリカンロコモティブ、製のものではなく、インド鉄道で独自に開発されたものを採用した。短期で最大19両の客車を牽引する性能を有していたが、その後の旅客列車の長編成化に伴いより強力。 かつ高速の電気機関車が求められるようになった。その結果、WAP-3 型などの試作機を経て、改良型の WAP-4 型が製造されることとなった。2011年4月現在、ガーズイヤーバード車庫に42両、アラコナム車庫に22両が配置されている。なお、形式名の WAP は、後期向け交流旅客用電気機関車という意味である。ありがとうございます。